俺の名前はバン、バンフライハイトだ。こいつは俺のゾイド、相棒のライガーさ。激しい戦いで一度は命を落としたシールドライガー。けどジークとフィーネの力で蘇って新たな力を得て進化したんだ。復活の青き獣王、こいつが俺のブレードライガーだ。進化したライガーは出力も大幅に上がり、持ち前の機動力がさらにアップした。背中のロケットブースターを展開すればさらに加速できるぞ。高速戦闘で発生した熱は4機のコンプリッションリフリジェレーターから排出。相手の熱感知センサーを惑わせて撹乱するなんて応用も可能だ。ライガーは特に接近戦に長けたゾイドだ。鋭い牙、レーザーサーベルと脚部のストライククローで相手の装甲を打ち破る。そしてブレードライガーを象徴する武装、レーザーブレード。すれ違いざまに相手を一刀両断する。レイブンの乗るジェノザウラーに勝つことができたのも家電粒子砲に強い特性を持っているこいつのおかげさ。ああ、もちろん遠距離戦にだって対応できる。レーザーブレードの付け根に装備されたパルスレーザーガン、こいつがあれば飛行ゾイドだって怖くないぜ。そしてシールドライガーの特徴を受け継いだ E シールドジェネレーター、縦紙に備えられたこいつを展開することでエネルギーシールドが発生。生半可な攻撃じゃブレードライガーにはかなわないぜ。ああ、こいつが動いてるところが見たいって。ああ、いいぜ。ブレードライガー出るぞ、道を開けてくれ。今日も調子は良さそうだな。胸のところで赤く光っているのはゾイドコア、ゾイドの心臓部だ。この輝きが消えない限り俺たちは絶対に負けない。そうだろライガー。よーし、行くぞライガー、ブレードアタック。40周年アニバーサリーゾイド AZ-01 ブレードライガー、2022年10月7日より予約開始。俺とフィーネの72分の1スケールフィギュアもついてるぜ。今度もめちゃくちゃ動きまくるぜ。